というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。なんかさ、はい、僕あの支払い行ったでしょ。はいはい。だからなんかね、マックがニギニギしてたんだけど。どうしたのこれ。牛島くんじゃ聞かないけど、それあれじゃないですか。もう今はもう月見バーガーの月見ねシーズンですから、ね、まあツイッターでもやたらなんかね、はい、ツイートしてる人いましたよ。うん。でこれなんかこの間ヤフーニュースで見たんだけど、はい、年間1000個食うとか、年間のたまってるデブ女の話が出てたんだよ。デブ女なの？いやデブでしょ。いや知らんけど。いやこれ痩せある？いやまあ痩せの大食いがないこともないんじゃない、ね、好きすぎちゃう。1000個？そう。だからこれ年間1000個か、トータル1000個か分かんないけど、トータル1000個じゃそんな多くないんじゃないかなと思って、ね、分かんない。あんま分かんない。50、60とかだったらね。まあそうですね、年齢的には、うん、まあだから、はい、まあ、とりあえず大量に食うんだって。で、まあ、このシーズンは基本ご飯は月見しか食わないだけ。そう、朝昼晩。そうだから毎回 3,4 個買ってきて、あの冷蔵庫入れて翌朝の朝食にしたりとか、ええー、やか、まあ、なんなら冷凍とかにしちゃうと、はあ、いつ何時でもお腹空いたら月見が食えるようにね。取り憑かれてんね。意外と金には余裕ありますよこれ。まあ月見いっぱい食ったから。翼くんできないそんなこと。僕は月見なんて買えないからね。ハンバーガーがいいとこでしょ。ギリギリね、ペラペラのやつ。そうそう、昔60円だった時あるからね。知らないそれ、ね、うん、100円がギリギリ。そうそう、はい、そんなのもあったの。うん、うん、だからなるほどなと、はいはいはい、にぎわってんだと思ったわけですよ。うんうんうん。でもやっぱこれ、この人も言ってたけど、はい、月見バーガーのソースは唯一無二らしいですよ。唯一無二。唯一無二。だから他のバーガーで使われることは絶対にないんだって。あ、完全オリジナルなんだ。そうそうそう。月見だけの。そう。それが好きなんだ。はいはい。飲んどけって感じ。もうこれでいいやみたいな。飲んどけと。直でいいけど。そうそうそう。なんならもうそのソースだけ取っとって容器に入れとけってぐらい。おまくで働いてね、うん。はいはいはい。まあ、そんな思いました。で今のちょうど本当に。外出たし、うん、まあ、ゆかまるさんもさ、月見月見、今日は月見月見うるさかったから言ってましたね、ずっと。僕が買ってきました、しょうがないか。珍しい、ありがとうございます、本当に。ね、はい、ゆかまるさんもなんかシェイクシェイクとかうるさい。スマップか。なんならあの、あんこパイみたいなので、あの、あれですか、買っちゃって、へ、一番金かかりました、ゆかまるさんいいですね。で、僕あのなんかほら、今回すき焼き、うん、月見みたいなあったでしょ。すき焼き風みたいなのかな、はい、僕これはね、ダメだと思った。ダメというか、僕あの黄色いふわふわパンの方が嫌いなのね。あ、あれちょっと変わってる。なんかあれにすると、前回もなんか確か変わったのあったけど、あったと思います、はい、なんか月見じゃない感じがしちゃう。へ、あの普通のパンが僕好きなんですよ。あの、はいはい、あとまあまあなんかすき焼きとかなると想像つくじゃん、味の。まあ、うん、絶対一体その甘ったるいタレで、はい、月見の美味しさ飛ばされるんだろうなとか言い方思っちゃった。あ、なるほど。やっぱりここはチーズ月見だろうと。はいはいはい。ゆかまるさんもチーズ月見って言うからさ、はいはい、買ってみましたよ。いつものようにあの LL セットでね、はい、ドリンクとポテト L です。うん。あとスパサクにまずこのポテトをね。ありがとうございます。ポテト L。はい。でアイスコーヒーですね。アイスコーヒーも L。うん、これも早く飲みたいね。なんだけど、まあ翼くんほら日頃さ、なんですか。本当に役立たねえじゃん。おい。ね、おいおい、この1800人の記念ツイートを曜日間違えちゃうとか、日曜日と火曜日じゃないの、ちょっと考えられない。ネルソンさんが気づかなかったんだから、本当に本当にそういうとこが考えられない。まああれは確かにミスですよ、ね、もうやべえなこいつって。やべえとなった。何にしても銭を埋めないのよ翼に、ね、まあ現状はね、そんなやつにいくら月見のシーズンだからってチーズ月見は食わせられんねって僕思っちゃったよ。やっぱり並んでて、ほんとはチーズ月見バーガーのセット3つって簡単なのよ。まあ言うだけよ。簡単だけど、翼くんには、江口を買ってきた。江口かい！チーズと卵だけやで。卵入ってるよ。いえ、別物よ。年から年中買えるこれ。そう。月見今だけよ。ここがいいとこだよ。僕はね、うん、マックにね、行くこともありますよ、日頃、うん。でも月見なんて高いから買えねえっつって。うん、もうチーズバーガー売れて我慢してね、うん。でも今日事務所があるっつって、うん、絶対月見食えると思って、ワクワクしてきたんだよ。うんうん、えぐちか？えぐち。なんでよもう。これ僕ね、卵入ってるメニューってほら、これしかないじゃない。まあ、そうなのかな。だけど、ケチャップがなんか僕あんま好き嫌で。そうですね、えぐちはね。だいたいえぐち、どうしても卵のバーガー食いたいなと思ったら、これにマヨネーズぶっかけるんですよ。ぶっかけちゃうんだ。そうすると美味しい。あ、うん。いや、でも僕は、傷つきない。だから僕はもう今、もうこっちで冷めちゃうと嫌だから、食べ始めてますから、もうすでに。いやいや、動画中や。すでに、だって、動画中。まじいんだから、これ、ポテトは。いや、冷めるとね。マジのよ。ほんな僕も食べていいんですかこれ。いやいや、すばらしい。マジなさい。なんでですか、うん、じゃあ一回食うてから取ろうでいいじゃないですか。うん、まあでもほらやっぱ、なんていうのかな。買ってきたらすぐ食いたいから。いや、だ僕もせいやで、それ。うん。うん。買ってもらった身とはいえ。うん、まあ、お預けも罰ゲームだと思うんでいいね。え口であり、うん、お預けであり、そうそう。いや、いいですよ。これが嫌なんだったら、もう後で帰りにまたもう一回月見バーガー買えばいいんじゃないですか。食べるよ。え口ね。え口食べるよ。うん、はい、まあ、そういうことでちょっと本題に入りますよ。はい。まあ今週ね、はい、
ツイッターがさ、うん、にぎにぎしてたでしょ。なんかあの冒頭と同じじゃんけど、うん、同じこと言うもしかしてにぎにぎしてたよ、ね、え、にぎにぎしてたけど、うん、どれ荒れたね、なんかね、あ、荒れたした、うん、はい、確かに何でやってましたか。もうこれはランク解放、うん、これは結構荒れてたんじゃないですかね。そう、これ何が荒れたかというと、うん、まあギルド大会の防衛パ登録期間中にこんなことをかましてきたからなんですよ。タイミングがね、何この何日前ってっていうぐらいのね、はい、何がいけないかってロードマップ作んないからいけないんだけど、ロードマップ、はい、ね、何にしてもこんだけのことをやるのになんでここなのっていうのがね、うん、ものすごいバカだなと思ったわけです。まあ確かに今じゃないといけない理由は ねもうだってもう本当に初日からさ、うん、防衛パー練り始める人っているわけでしょ。いや、もちろんもちろん大好きな人はさ、はい、でもさ結局ランク9になったら意味ない、もう一回登録し直さなきゃならないよね、少なくとも、はい、で僕最初思ったのはこれ本当にね、うん、素材足りんのかいって思ったんです。ほう、かつてまあ本当に前回のランク8解放時、はいはい、虹のクリスタルが人によってまあ違ったよね、はい、うん、ドロップ率とかね、うん、だから僕はあのツイートにね、書いたんですよ、うん、これ防衛大会防衛までに、全部の虹あの足りる分の素材が落ちるのかと、うんうんうん、はい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 、ね、でもちろんもちろんだけど、なんどんなこんな時期にやりやがってる不満がね、うん、爆発も78割はもう怒ってましたね、うん、そうですね、基本はみんな、うん、そんな感じだったと思います、うん、だから慌ててさ、はい、なんだか古文書とかさ、うん、ダイヤモンド10個とかさ、はいはいはい、うん、配ってきたでしょ。あれは慌ててたの？慌てたのよ。慌てたの？慌てたって考えてバカだから。そうなの？エイミングはエイミングはバカだから。エイミングバカなんですか？そう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 、これドラグネさんがもう言ってるでしょ、まあ、それは本当によく聞いてる、ずっと言ってるでしょ。ドラグネさんがいつも言ってる、うん、はい、バカなのよ。あ、もともと結構してない、そっかって誰かが気づいたわけ。あ、なんかやってる最中かな、ね、ツバニャムレベルしかいないんだからこれ。まあ確かにツバニャムいっぱいいたらみんな気づかないよ、ね、実際に出してみて、1800人のツイートをさ、はい、曜日間違えちゃうとかこれと同じレベルだから。冒頭で言ったんだからここで言わせてもいいじゃないの、ね、同じレベルなの。まあ確かに本当にそうですよ、ね、はい、だからこうなったわけ、うんうん、でなんとかその、はい、ね、火消ししたというか、まあ、穴埋めがそれだったんだ。いや本当にそう思いますよ、はいはいはい、ただね本当なんつうのかな、うん、僕はランク解放、うん、まあこれほらやっぱりやることがなくなるよりは、ほら誰だっけな、バカなやつが言ってたでしょ、バカなんだっけ、群馬 P だっけ、長崎 P だっけ、惜しいな、千葉 P か、あ、そこそこそこ、うん、言ってたでしょ。やることがなくならないようにって言ってました、なくなりまくってたけどね。まあでも言ってました、まあでもこのランク解放すると、うん、しばらくはほらレベル上げっていうのもあるから、はい、まあやることはなくならない、確かにやるって言いましたけど、はい、でも僕は本当にね、うん、まあランク6、7ぐらいまでは別にいいと思った、はい、でも8ぐらいからやっぱさ、うんうん、思い始めてたんだけど、うん、正直いらねえのよ。いらねえ、もう解放もういらない。なるほど、うん、これ何かというと、うん、結局みんな解放したらさプラマイゼロじゃん。あ、最終的にね、ね、はい、最初だけはスピードによって、人の上げ方によってさ、はい、マウント取ったりもできるかもしれないけどさ、まあ、最終プラマイゼロのことをね、はい、こんな1年ぐらいかけてさ全キャラをマックスにするとか、うんうんうん、めんどくせえよほんま。まあ確かにそう言うとね、うん、まあそれはそうですよ。おそらくだけど、はい、まあ、今回のこのランク解放で、うん、引退者も出たんだろうねきっとね。出るんじゃない？スッと出たんだろうね。僕は引退しようかと思ってるからね。うん。はい、翼くんなんで、だってもう今ほらストーリーハードが追加されたでしょ。はい、あ、そう、新しい、ね、素材が落ちるという。もう今をそこ回んなきゃいけないんですよこれ。そうだから回んなきゃいけないと思って、うん、まあやっていったんですけど、うん、クリアができなくて。それは雑魚すぎてってこと。うん。どうしようもないよ。最強メンツ並べてやったんですけど負けちゃって、うん、最強メンツとか関係ないんだけどね、体勢で見ないとね、やっぱね、まあまあそれもそうですけど、まあなんかいろいろ考えた結果、うん、負けちゃった。これなんですか、ギルド大会翼くんだけランク8が並ぶことになるの？ありえるのねえ。これ全部攻めてもランク9だったらさ、はい、やばいよこれ、もしかしたら。いや本当にまずい可能性です。翼くんぐらいの雑魚キャラだったら、はい、1ターンで殲滅されちゃうから、ね、本当にこれ翼速攻でいけるよねってもう分かっちゃうから、もう最初から、ね、いやマジで8で全部揃えてたら、そうそうそう、どうしようもなくてスピード20ぐらい変わってくる。いやマジでありえるから、うん、やべえちゃと思って。そうでも勝てねえってことは、うん、もう素材僕は落ちないから、うん、引退します。ああはい、気持ちだけはです、ね、気持ちだけは。でも大丈夫、ヨロレヒとか出してくれてるから。そっか、それをさ、そこ参考にして、真似てさ、はいはいはい、やればいいんじゃないですか。じゃあ素材そこでちょっと頑張ってもらいましょうかね。そうそう、僕がほらやり方教えてもさ、はい、大体無理だからさ、まあもう監督の状況違いますから。そう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 、だからああいうの見た方がいいのよ、はい、ちょっともう同じ T にお世話になります。まあそういうことで、ね、まあでもこういう感じね、まあなんだろう、もういきなりさ、うん、ランク解放で、うん、でまあ一応ボリュームがあるって言って考えたらどうなのかなと思うけど、うん、
そうでもないよね。まあそんな気はね、なんかメタルのなんちゃらっていうね、はいはいはい、まあ、そんなのもあってありますよ、はい、このメタルカイザーとか出たけど、うん、まあすでに僕ねこの PVP で当たったんだけど、うん、怖くねえのね。まあ、まだこのうまい使い方がみんなできてないのかなとは思うんだけど、現状別に怖くない、怖くない。だからこれもどうなのかなっていうね、目玉だね。だからメタルというから当たんねえのかと思うけど普通に当たるからね、うんうんうん、耐久力がすごい。そう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 、一応半減とかなんかあったよね。お供でドラゴスライムとか出てるけど、これもまあ普通に当たるのよ多分ね。ダメじゃんね。そうだからその本来のあれではないわけはい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 、はい、だからリアタイ向きじゃないのかなとも思うし、うん、まあなんとも言えないんだけどさ、はいはいはい、うん、まあとりあえずだからこういうガチャだけはきっちりとね出してきて、うん、これだっていつだったっけガチャ出たのって、先週火曜日撮影して、うん、ガチャ出たのもうちょっと後だよね。そうですね、こいつはだから月曜日に一緒に出た。それは嘘か。でもなんかほんとキンキンだったと思いますよ。うん、はい、確か昨日は言い過ぎ。あ、前日か、月曜日だった多分。昨日じゃない、あ、違う違う違う、いや、一昨日、昨日、昨日が月曜日で、昨日ランク9解放されたんですよ。そうそうそう、それとメタルは週金曜日かなんかか。まあでも彼もほんとにキンキンですよ。土曜日だか金曜日だか、うん、木曜日だかわかんないけど、はいはい、まあ出たわけだ。どっかで撮影とは被んなかったんだね。あ、そうです、撮影とは被ってないです、うん、はい。まあだからまあ一応今回こうやって取り扱ったけども、まあだからやっぱ差し湯かなこれ結局差し湯かつて言いましたよ、これランク9解放したら差し湯だと。これはあの言ってました、うん、はい、そろそろかもしれない。やっぱこの行き当たりばったり感がすごすぎちゃうというか、まあ、僕はだから前から言ったらロードマップ出さないのは、はいはいはい、いつでもやめられる体制を取ってるだけなんですよ先の見通しがないからロードマップを出さない、はいはいはい、うん、まあでもやっぱりなんか今回もね、うん、炎上してだからもう最近本当にさ更新するたんびにさなんだかわかんないけど怒られてるよねみんなであのほら、ね、周年の時もやらかしたじゃない、ありましたね。これあれですよ、月曜日更新日にメンテ入りました、はい、その次の日の夜までまたメンテと、はい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 、なんのメンテするにしてもね、そう一体なんで2日続けてやんなきゃいけないそういうのは全部更新する前にやり終えてやるわけなのよ、うん、まあひとまとめしちゃえばね、そう、なんで予定にまで入れてそんなことやってるのそこに何をしてんのかなっていう、ね、まあ、確かにね、お休みが欲しかっただけの可能性もありますけどね。まあ一応深夜帯ではあったけど、まあね、はいはい、でもやっぱりなんかやりきれなかったとかね、仕事だってあるわけだからこれ。まあそりゃそうですよ、おそつばにまんみたいにさ、ウーバーっていう暇な仕事してるわけじゃないのよ、つってね、いつでもじゃないからね、11時12時に帰ってきてやってる人だって中にはいる。こういう人たちがさ、ね、ね、あのこなせなかスタミナ消化できなかったとか、うんうん、そんな話になってるわけ、はいはいはい、でなんなら知らねえ人もいたよね。そうですね、全然知らない。告知の仕方がいまいちよくわかんねえよ、俺文句つけられてるやつもいまして、うんうん、まあだから本当に全部がダメだなと思って、うんうんうん、で何してもさ、リアタイとさこのギルド大会これに頼りきりでしょ、はい、うん、だからもう本当にしばらく今後はリアタイとギルタイをやりながら、ま、レベルを上げていくゲームってかなそして今日、はい、この3時にドラクエウォーク、うん、更新日、はい、どうしようもないねこれ ね、 ね、どうしようもない、もうレベチよレベチ、もうそういうところがな、もうやっぱり最終かなと思う結局年内がこれはちょっと危ねえなと、ちょっと改めて僕はね、はいはい、睨みますけど、またベッドですか、そうそう、はいはいはい、まあ、ということで、うん、僕はまた今後もねこの後の動画も食べながらやるけど、大阪、うん、はずっとその状態から、はい、おいおい、うん、これ続けていきますからね、おい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 、エグチが食べたいの、食べたい、エグチ、もうエグチが食べたいです、妥協するの、ね、妥協も食べたい、しょうがないもん、これしかないんだから、はい、僕は月見よりもエグチが食べたい、食べさせてください、はい、すいません、そういうことですよ今回はね、はい、じゃあ今回これで、はい、どうも、外した翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、なな、チャンネル登録してくれよ、なな。